カヌレカヌレの断面、カヌレはフランスの洋菓子。正式名はカヌレド・ボルドー。フランスのボルドー女子修道院で古くから作られていた菓子。蜜ろを入れることとカヌレ型と呼ばれる小さな型で焼くことが特徴である。そもそもカヌレとは溝のついたという意味である。外側は黒目の焼き色がついており、硬く香ばしいが、内側はしっとりとして柔らかい食感を持つ。 ボルドーではワインの檻を取り除くため、鶏卵の卵白を使用していた。そのため大量の卵黄が余り、その利用法として考え出されたものという。現在、伝統的なカヌレを保存するための同業組合も作られ、ボルドーには600以上の製造業者がいる。コーヒーの液体を生地に混ぜたコーヒーカヌレという種類が存在する。鍋で牛乳を沸騰させ、そこにラム酒、 バター、砂糖、薄力粉、全卵、卵黄、バニラを加えた後生地をこして半日寝かす。カヌレ型の内側に蜜蝋を塗り、休ませておいた生地を流し込みオーブンで焼き上げる。蜜蝋の代わりにバターを使用しても良い。ありがとうございます。